メッシ、アルゼンチン凱旋試合でキャリア通算800ゴール達成、絶妙へフリーキックでメモリアル弾。リオネル・メッシがパナマ代表との国際親善試合でキャリア通算得点数800に到達した。終了間際の89分にメッシがボックス手前中央から直接 FK をゴール右上隅に叩き込みネットを揺らした。試合はアルゼンチン代表が2-0で勝利。新たな船出を白星で飾った。通算800ゴールの内訳は、バルセロナで672ゴール、PSG で29ゴール、アルゼンチン代表で99ゴール。次のキュラソー代表との国際親善試合でメッシの代表通算100ゴール到達にも大きな期待がかかる。マラドーナ生きてるうちにメッシお前がナンバーワンだって言わせたかったな。神様メッシ。そんなもんか1000くらいあるのかと思ってたわ。まだ代表引退してなかったのか。もう何も驚かない神様だもん。この人いつ衰えるんだ。アルマダゴールした。メッシは FK2 本もバーに当ててる。メッシ調子良さそう。フリーキックで点を入れて2-0後半30以降でやっとエンジンがかかってきた気がする。アルゼンチン代表勝ったしメッシも点入れたし、いい親善試合だったな。パナマの若手めっちゃ頑張ったな。ドン引きが硬くてこずったね。タブリとモリーナこのレベルの相手でもバックパスと適当クロスしかしねえ。それとニコゴンとかガルナチョみたいなサイドで速いやつはこのチームには貴重。ゴール賞にならず、結構いい試合していたね。楽しそうにゲームするいいチームだよ。過去で一番好きだな。バティ、オルテガ、サネッティの頃も好きだけどさ。ワールドカップ優勝後一発目の母国での鼻試合でフリーキック決めるのは占領役者だね。国民のハートをさらには静かにですよ。アルゼンチンのお祭りらしく全力で不謹慎だけど、アルゼンチンという国はおそらく最大の喜びを感じてるだろうな。エミマルの例のパフォも見られたし満足だ。エミマルって代表内であえて自分が他国から攻撃される要素作ってる気がするわ。自分に矛先向けて他を守る。いやないか。エミマルは愛しき中二病。